始まりました。始まりました。はい、よしえぐチャンネルです。今日は東京です。遠征来てますけど。遠征来てます。今日ブルーですね。ブルーです。ブルーというあ、このチームのカラーね。言わすな。今日はもう超大御所に来ていただいてるんですけど、はい、ヤクルトスワローズがやっぱりこう、よしえぐさん、実はこの方のことよく言ってますもんね。言ってますね。うちの番組の中でですね。はいはい、よく出てこられます、はいで。やっと本物が今日来ていただいて。そうですね。はい。ということで。はい。吉川さん、ご紹介お願いします。安田さんです。違うでしょ。違います。はい、松岡弘さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。あ、こちらこそ。で、これでお土産です。せーの、本日のよろぴこ。コロナに負けないプレイヤーよろぴこ。焼きサバ高菜っつって、おサバ嫌い松尾さん。いや、サバ好きだ、大好き。ああ、よかったですよ。福岡のですね、うちの会社福岡にあるんですけど、これね、初めてこっちから、はい、で、ちょうどあのうちの会社のそばに味一はるかってあるんですけど、そこでまあ作って、うちの YouTube 専用で作ってもらってます。ああ、じゃあこれずっと持ってこう話しますか。ああ、いや、大丈夫です、大丈夫です。ちょっと待って、いや、もうちょっと話、20年会ってないですか。そうです。だから20年ぶりですか。一番ね、はい、これから野球ちょうど終わった頃の、はい、ちょうど開催する時に、はい、これからって言った時に、で、いろんなところでほらコーチに行く時期があったじゃないですか。はいはい、監督になった、はい、監督になった、はい、二軍監督になった。あ、そうだよな、はい、あの頃に あれから会ってないんだ。会ってないですかね。だから開催する時はずっと会ってて、はいはい、俺今広島行ってたから、はい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 、たら結構ほだいてんのよ。で、俺あの広島行ってもほざけないんで、はい、静かにしてた。なるほど、うん、今になってこんなね YouTube やるようなね、あ、すごくその恵まれた世界に入ってこられて。そうですね、今が一番楽しいかもしれないでしょう、はい、うん、というかね、もう今顔に出てる。あ、なんでですか。もう現役の時の顔と解説もね、はい、結構厳しい顔してたから。あのね、この間僕自分のあの見たんですよ、うん、出てるビデオを、はい、あの携帯で見た、はい、そしたら僕ひどいね。ひどいよ。顔つきと、わあ、悪い態度。そう、審判にアウトセーフ、そう文句言って悪い。最後は僕ヘルメット蹴飛ばしてますからね。蹴飛ばしてますよ。こんなの調子だったよね。うん、ただね、はい、小林監督の時は、はい、ちょうど出だし？出だしです。そうです、小林さんが出だしなの。入ってすぐの時は昭和50年ですから、僕で入ったのは、で、昭和52、3年から出だしたです。多分2年ぐらいなんだよな。そうそうです、うん、2軍の時に。で、東京でなんだろ。東京でっていうか、東京の 大学だろ。高校です。あ、高校だ。城西高校です。有名だったんだよ、はい、そんなことないです。いやいやいや、俺より有名。いやいやいや、僕ね、松岡さんっていうとね、うん、あの頃僕2軍に行った時に、ミサさん寮知ってます、はい、あそこで雨降った時に、ちょうどね、玄関からブルペンが見えるんです、あそこ。あ、そう。はい、ちょうど松岡さん投げてて。どんなとこだっけ。はい、背中越しからこう見てたんですよ、うん、だからキャッチャーの人はミットこうやって構えてるんです、うん、プロ野球のピッチャーって違うわと思ってみて。これ吉彦さんいつも言われるんですけど、初めてその一線級のピッチャーを見たと、その寮でですね、うん、それが松岡さんで、うん、もうプロのピッチャー違うんだってよく言われてますもんね。いやいや、あの時見た時ね、はい、本当ね、メンタル飛び出そうになったもん。はいはいはい、俺もう帰るわ。なんでですか。いや、そんなに褒められたら何も言えねえよ。いやいやいや、でも本当にマジで今さ、褒めすぎだ。いやいや、150何キロって、はいはいはい、150キロ出るのが当たり前って、でも出てましたよね。はっきり言うけど、160は出てたよ。ですよ ね、やっぱそうなんですね。というかね、はい、スピードがないから、はいはい、今何でも言えんだよ。あいや、でもね、150出てたら、はいはい、あの頃150出てるピッチャーって結構見てるもんな。見てます。うーん、だから、はい、そういう世界だったのに、うん、今165出るんだから、はい、やっぱり今の方がすごいんだね。でもね、いや、すごいっていうのは機械だよ。あ、機械がですね。そうだよ、確かにですね。投げる方は大したことないよ。いや、ほんとね、うん、見てね、たまげて、たまげてましたよね、言ってましたよね、ま、毎回やりますもん。僕、現役の時にやった中で江川さんが速いって言うじゃないですか。速、はい、かった速かったじゃないですか、うん、でも江川さん低めには来なかったじゃないですか、うん、松岡さんは低めが速かったからね、はい、全部
言われてますもんね。うん、でびっくりしたのがね、カーブ、あ、ドロップね、昔の言うね、大きいからさ。いやいや、初めて僕スイッチになって一軍上がった時に松本屋でしたですか、うん、時にカーブが一回外へ逃げるんですよね。こういう風に左だから、ね、こういう風に来るんですよ。いやいやいや、なんでカーブ向こうへ逃げる、逃げるわけよ、はいはい、でこっちへ入ってくる早いわけ、はいはい、でこういうカーブじゃない、はいはい、本当こんなカーブですよね、あの頃投げてる人って。本当にそれしかなかったんだよ。いやだけどあのカーブがなかったらやっぱり俺はもう一面で。いや、カーブってどうやって投げてたんですか。今ね、教えろっても、はい、そういうものって教えられないんですよ。なるほど。自分の足のつま先から親指のつま先から指の先までの感覚って教えられないんですよ、はい、なるほどですね。だからこうやって投げなさいって言うんだけど、ただ言えることはどうやって抜くのしか知らない。あ、昔はこういうボールがあったら、はいはい、こういうこう抜き方をしてたのね、はいはい、こういうふうに曲げるんじゃなくて、はいはい、俺らはこうやるから上に抜けるんだよね。上一回抜ける、抜けるからストンと落ちるような感覚があるだけで、スピードそのものは出ない。だから本当に曲げようと思ったら今の大谷がやってるように、はいはい、ひっくり返さない、はいはいはい、もう本当に回転が与えられないから。外駒さんはいたでしょ、外駒さん、ね、あの人こうやって投げるんですよ、顔。ああ。こっちでこっちでこっち側で弾いてここでここで切ってくっていう。へえ。お父さんはやっぱりいろいろな投げ方がですね。ほんで宗さんにこの間電話して YouTube 出てって頼んだんですよ。わしで、なんでわしはね、そんなそういう人間じゃないからでんって言い張ってから。同級生ぐらいですか。いや、一つか二つぐらい上じゃないかな。宗さん、多分そうだ。宗さん、そういうところちょっと変わってるんよ。ああ、見ないですね、 YouTube の中でね。ちょっとみんな変わってるんじゃん。あのね、ピッチャーズの性格は変わらないとできないです。同じようなことを考えたら。なるほどですね。それが変わってると見られるのは野手と選ぶ。キャッチャーは同調してくれる。キャッチャーは俺らの気持ち分かる。なるほど。ただ、一番守ってるセカンド、ショートっていうのは、はい、ガが強いんで。なるほど。ガが強いんで。そうですね。これで、自分たちの守ってるっていうことに関して、はい、ピッチャーは何を考えてるか分からないってすぐ言われる。だから守りづらいってよく言われる。あ、だから僕らみたいにコントロールのあるやつは多分しょっちゅう怒ってると思うんだ。なんかありますよね、言われてましたよね、またぶつけられたっつって言ってるだろ。あれ、マトハンは守りづらいと思うよって。いや、そんなことないと思いますよ。いや、今の言葉この辺まで出てたんで。いやいや、相手チームですからあんまり分かんない。ちょっと三谷さんがなんかに聞かなかったんですよ。あ、水田しょっちゅう言ってます、三谷さんね、うん、あれはもう。でもね、もう28か30ぐらいの時に優勝したんで、あの70、はい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 、あの頃はもうある程度一定にコントロール投げるようになったんで勝てなくなった。逆にでもね、あ、逆に、うん、本当やった時ね、大体5回6回まで完璧なピッチングしてましたよね。するよ、ほんまじで打たれない、ほんで6回ぐらいからあの789でしょっちゅうがあの、チェンジアップ投げてました。投げられない。あ、自分で意識して抜いてるだけ、チェンジアップじゃないの。そうでしょ、抜いてるでしょ、で打たれてるんですよ。そうだ、いいですか。で、休もうと思ってて、でそのまま真っ直ぐ投げとき打たれたのに6回ぐらい、うわ、勘弁して、真っ直ぐ来るわ、カーブはすごいよね。で、なんか知らんけどこのまま打てんって時にボール抜けた球来ますもんね、はい、遊ぶの、遊びたいの。それが全部合うんです。そうそうそう、自分のペースになってきた時に、はい、自分でそういう性格なのね。なるほど。ちょっとこのイニングぐらい遊ばないと疲れるから、じゃあちょっと遊んでやれと思ったらガンガンとやれると元へ戻そうって戻らん。ああ広島弁で戻らんの。戻りゃせんのよ。マジでそんな、それをみんな待ってるわけ。そうです、言ってましたね。待ってるってより、まっすぐに送れてるんで、うん、合うの、合うんです。だからそこがピッチャーと野手の考え方違うので、なるほど、違うんで、待ってると思われるでしょ。お、違うんです、まっすぐ打ちに行ってるんです、僕たちね、まっすぐ打ちって弾かれるから、はいはい、もうしゃあない、まっすぐ打ってるんです、はいはい、でそこに何か知らないけど、はい、ちょっと反則機が来て、はい、普通に当たって打たれるわけ、はいはいはい、だから191勝じゃないですか。それやってますよね。何か言ってんじゃないですよ、191勝もだよ。
その代わりあれがなかったら200勝絶対されてるって言うよ。あのね、よく言われるんだよ、はい、で巨人に行ったら何々してたらとか、はいはいはい、たらればってよく言ってない、はいはいはい、でもね、俺ヤクルトに行ったから絶対できてたよ。だってめちゃくちゃわがままだから。ああ、でサンキュアトムズやろ、はい、で結構名前変わってね、サンキュアトムズか今度アトムズ、それからスワローズになってまたヤクルトさん、広岡監督もありますよね。広岡が一番覚えてるよね。そうですね、優勝しましたよね、うん、自分に厳しいから小林さんと一緒よ。いや小林さんそんなことなかった。そう言うな、内心はあの頃はなんでこんな監督辞めさせろと思った。本日もご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろしくお願いします。